車は国道58号線を北谷方面から嘉手納町内へ進行してます。はい、こんにちは。今回は今年オープンしたお弁当屋さんへ向かってます。場所はニコキッチン嘉手納町嘉手納456-2。ここで弁当を購入。弁当売り場の様子、購入した弁当、詳細は概要欄にて。次の信号左折します。ここも左折しますね。目的地は近いです。信号右折します。目的地は右側。下は無料駐車場があるのでそこへ車止めますね。それでは行ってみよう。今日はどんな美味しいに出会えるか楽しみです。よろしければチャンネル登録お願いします。おはようございます。いつから出てきたの？2月ですね。2月、このね、はい、たまに通るけど初めて見た。初めて見たじゃないですか。ガチパン焼くからさ。はい。じゃあ夜休み？土日休みですね。土日休み、何時から？え？時間は10時半くらいからですね。朝10時ぐらい。10時ぐらいから売り切れまで。そうですね。蕎麦はない。蕎麦なくて豚汁やってるんですよ。豚汁は、はい、そうか。あ、これレバーか。レバーニラですね。高級だね。うん、みたいな。せっかく初めて来るから高いの食べてみよう。ありがとうございます。なんでめっちゃ孤独なんですか。そうかね、よく集まってくるかもしれないよ。なんでこれですか。はいはい、1500円です。はい、はい、はい、おおお、ちょっと待ってよ。はい、1,2,3,4,400円お返しです。はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。いただきます。はい、よかったね、弁当屋が増えて。はははは、行くでーす。レーズのちゃんと、うん、ありがとうございます。はい、左にウールベーカリーパン屋さんがありますね。ここまっすぐ進んでいくとお宿まり弁当チーカネルへ、そして国道58号線へも行けます。場所移動します。左側にもーちゃん弁当ありますね。今回はこちらのビーチ駐車場でいただきます。弁当550円。
相方様弁当550円。いただきます。味付けしっかりで美味しいですね。ね、完食です。ごちそうさまでした。今回も最後までご視聴ありがとうございました。